気持ちいい。ここが私のアナザースカイ。おはようございます。星野美香です。今日、私が代書きでお父さんが田植えをするっていう、こう、担当でやっていこうっていう流れだったんですけど、今ね、お父さんは朝から田植えしてて、私はもう今何時 ?9 時ぐらいかな ?9 時過ぎかなに、トラクター乗って、よっしゃ、代書き行こうと思って、パッてこうエンジンつけて、パッて前を向いたら、ガソリンを入れておくキャップが開いてて、開いてるならまあまあしょうがないかなと思ったんですけど、昨日の夜から今朝にかけて土砂降りだったの。ってことはさ、このガソリンの中に水が大量に入ってるじゃん、雨水が。え、爆発する、え、なんか良くない気がすると思って、すぐエンジン切って、お父さんに連絡したら、何?みたいになって。急遽遺跡さんがトラクターを見に来てくれることになったので、私は今日予定してた6時間ぐらいかな、代書きやる予定だったんですけど、それができなくて、急遽田植えの補助に来ました。ちょっと代書きしたかったな、したかったなっていうか、代書きの予定でいたからちょっと拍子抜けなんですけど、まあ今日は田植えのちょっとヘルプをして、で一石さんがそのトラクター見てくれて、大丈夫になり次第もうすぐ代書きに行こうかなと思います。もうね、代書きやんないと間に合わないの、全然。あさってもう一回大きい。どんぐらいかな?一丁分植えるのかな?どのぐらいって言ったらいいのかな?まあ、いっぱい植えるんですよね。ちょっと多めに。なので、あさってのために代書きをしたいんですけど、できないので焦ってます。で、今できないと、そのしわ寄せがどんどん来て、結果ね、また大変になっちゃうんで、代書きしたいんですけど、できないので、早く、遺跡さんが直してくれることを願いつつ、作業していきたいと思います。お願いします。久男がやってます。これは、小平さん家の、近所のお家の田んぼを今日はやってます。小平さんどうですか?順調ですね。順調?手どうしたの、それ、絆創膏。切った?書いたら。血が出た?血が出た。なんか虫も出てきたしな。ぶとってんがもね。みんなやってるね。あっち何?あっち田植えしてる?田淵か?あ、田植えだ。やってるね。3人でやってらいいな。ここに合うように始めます。ここに苗が収まるように。で、途中から5列にします。最初3列。OK。そしたら、ここは太いけど、ここが細い。こういうふうに。できます。エンジン全開!おはようございます。完全不審者ですね。後半ですね。代書きもあと田植えが2回ぐらいで終わるので、その代書きを完成させるためにやっております。今日は小さい田んぼ10枚ぐらいかな、毎日10枚ぐらい、お父さんと12時間代書きしてます。頑張ります。おはようございます。今日も田植えです。
今日はね、いつもは、5畳上の機械なんですけど、今日は6畳上の、新しい機械で、今日は、1丁分植えてます。今日はね、枚数が多いので、規模が多いので、力のある大きな機械で植えております。ここが私の、アナザースカイ。お疲れ様です。田植え終わりました。よし、今日の田植え、一丁場あったんですよね。約10時間ちょっとかな。やって、終わらなかったです。終わらなかったんですけど、これから白柿が残ってるので、白柿して、日が落ちるまで今日は残業したいと思います。頑張ります。はぁ、あ。滑る。よいしょ。今何時？ 7 時ぐらいかな。12時間。ほぼぶっ通し12時間。終わりました。疲れた。マジ今日は本当に10時には寝る。わ、嘘、やば。差し入れが置いてある。まさこだ。まさこ、何食べたいって言うからね、硬いせんべいが食べたいなって言ったら、塩げんこつ。嬉しい、ありがとう、まさこ。まさこさんはね、近所の、ご近所さんです。もう道路挟んだ目の前なんですけど。嬉しい。ありがとうございます。はぁ、今日もお疲れ様でした。はぁ、やっぱ一日、おテント様の、下にいるのは、しんどいね、疲れるね。朝は結構寒かったのに、昼すごい暑くて。で、今夕方白かきでまた体が冷えて。疲れました。これから帰って、お風呂がすごい楽しみだし、最近、調子いいパックも試してるので、それも楽しみだし、ビールも楽しみ。一本だけ飲みます。よし。皆さんお疲れ様でした。また明日も頑張ります。おはようございます。え？じゃなくて。それは何ですか？ずーっと昔から我が家使ってますけど。ござだよね、ござ。ござ？うん。雨に寝なくてこっちが全部使えて。なんでカッパじゃないの？ここだとみんなぐちゃぐちゃになってた。今来たけどぐちゃぐちゃになってから、こうすると濡れないし、ハグできるし、箱がちゃんとこんなにここ入るし。確かに。昔はこうして倒してたの。そうだよね。うん、どうですか。それどこに売ってんの、そのゴザ。ゴザ、あ、こういうのないかな、どこあるかな。なんちゃってんねんかな。この格好で昔からやってます。今何してんの？これ入り口。で、入り口がね、こう、終わらんから、ここだけこう、
そう、田植え機だとこの出入り口はどうしてもちょっとこう上残しがあるんですよね。それを、また手で、植え直しっていう作業なんで。本当はね、あんまりやらない人も多いよね。やらない。ほとんどやらない。ほとんどやらないんだけど、今日はまだちょっと時間と余裕があったので、お父さんは、ござをつけて。ここちょっと場所が悪かったからさ。朝からやってます。ということで皆さん、おはようございます。ついに今日は、田植え最終日です。中で作業場で話そうかな。長かった1ヶ月どころじゃないか。もう1ヶ月以上ずっともう、田淵、白柿、田植え、準備、みたいな、こう、細かい作業から、まあ、土のうを運んだりね、いろいろしましたよね。細かい作業から、今日田植え最終日を迎えることができました。今日はね、天気がずっとぐずぐずなんですけど、昨日すごい天気良くて、もう30度ぐらい。本当に真夏の辛い暑さで、動画を撮る、体力も気力もないぐらい、本当に真夏日でしんどかったんですけど、12時間ぐらいかな、お父さんとめちゃくちゃ頑張って植えれたので、今日はだいぶ楽です。最終日、天気が悪いっていうのが分かってたので、昨日のうちにだいぶ進めれました。なので今日は残りの最終日、多分ね、5、6時間あったら順調にいけば終わるかなと思うので、最終日、お父さんと一緒に頑張っていきたいと思います。お願いします。が出てきました。なかなかね、皆さんに毎日毎日撮影してお届けするってことはもう本当に申し訳ないんですけど、全然できなくて、もう忙しすぎてハードすぎてですが、最終日はですね、ちょっとまめに撮影をして動画をお届けできたらいいなと思ってます。なのでよし、 OK、 行ってきます。今日もマブダチのGがやってきました。おはよう。何してる？何もしないです。何してきた今？畑してる。畑見せてきた、うん、畑どうだった？水大丈夫だった？うん、そっか。落ちないでの10年くらいだよ。ここの田んぼ、うん、ここの田んぼどんぐらいから一旦ぶくらいじゃない？ちょうどあっちの雨やんだの。正直終わるじゃん、寂しいね。やっと終わってくれる。でもまだまだこれからほら、苗場洗いがいいってことあら、うん、何百枚あるんだろう。感情もしたくないぐらいいっぱいある。今日はこれから何？今畑のちょっと水見てきたの、うん、あちこちして。これからは？いやもう、これ昼間っから公園でも行ってるじゃん。え？公園行ってきたの？あ、芝桜？うん、どうだった？何でもねえ。人いた？うん、いたの？腐ってる。ああ、人がね、管理してる人。今、農園とかのああいうさ、何？畑とかの苗が大人気らしいね。うん、だから、近々ナス畑にいっぺんナス植えるから。あれ、でこくならんがんでいいの？いっぺん。いっぺん植えますでしょ？うん、いっぺん植えにやばいだめに。あ、いっぱい植えた方がでこくなるの？いや、言うにはもげねえ。ああ。ということで、今日は星野の G も応援に来てくれてまーす。あと見学してよ。見学してって。非常に眠いです。なんでこんな眠いんだろう。はあ、もう指示出ししながらちょっとうとうとしちゃう。で、このバックの音で、うわってこうやって起きて、指示出して。またちょっとうとうとしてみて。眠ー。もうこんな感じ。もうめちゃくちゃ今日眠いです。急に暖かくなったしね。よし、目を覚ました。レッドブル飲みたいな。終わりが見えてきた。ああ、
終わりが見えてきました。あと田んぼの枚数でいったら4枚です。いやー、午前中すっごい眠くて、お昼休憩の時にご飯をパッと食べずにまず寝て、ちょっとお昼寝をちょっとしてからご飯食べました。え、こうなってるんだ。どうですか？疲れました。もうやばいよね。来年田植えアルバイト募集します。あと3枚、あと3枚です。あと2枚で終わります。田植え2020が疲れましたね。水を止めます。はい、さあラスト1枚。今の心境は？ああ、もう最後疲れました。疲れたね。終わりにしましょう。もうこれで終わりにしよう。田植え2020。ただいま4時半、あと1時間で終わります、多分。はい、じゃあ終わりします。じゃあ最後はあの気合い入れてまっすぐ植えてください。もう疲れてダメだ。あと1枚って騒いでからだいぶ時間が経ちましたけど、そう簡単には終わらせてくれません。苗が足りなかったり、いろんなことが起きて、家まで苗を取りに行ってみたり、苗を切ってみたり、よいしょ、そう簡単には終わりません。もうすぐ終わりだ。ついに田植えが終わる。終わったー、終わったー、終わりました。無事に 42.195km 走り切った感じです。あー、やりきりました。ファイトー。うわー、終わったー、イエーイ。お疲れ様でした。よし、帰りましょう。あー、安全に帰ります。とりあえず作業所に。無事に終わりました。疲れた。あとはあのここにある何百枚なのかわかんないけど、数えたくもないんですけど、苗箱を、ひたすら洗う作業とか細かい作業が明日から続きます。いや、去年はね、去年は今の時期もうカナダに行ってたので手伝えなかったんですよ、多分。もうこれをね、お父さん一人でやってたなんて、もう本当に考えられない。そして来年はマジでバイトを雇いたいと思います。本当に忙しい時は、あともう二人いるとめっちゃ助かる。まだまだ終わりません。田植え機がこう歩いた道に、こう、泥があるんですけど、それをね、ひたすら、こうやって、ほうきで吐いて、できるだけ綺麗にします。今日何時に家帰れるのかな。